で、商売っていうのは本当にこういう温かいものだし、本来ね、そういう温かいお客さんとのつながりとその土壌が、売り上げが作りやすい土壌が整うということでもあるんですよ。本当にその象徴的なお話ですので。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、アシスタントの木村優香です。さて、木村さん、今日はですね、ワクワク系マーケティング実践会の会員さんから届きました事例、社長誕生セール。社長誕生セールです。なんじゃそれ。社長誕生セールを開催してみたってところにタイトルが書いてあるんですけども、刃物とか厨房用品、お台所で使う、厨房用品の小売店を営んでおられる方からいただいたもので、2日間セールをやりましたと。非常にあの結果も良かったそうなんですが、そのセールが、普通セールってなんだろう、お洋服屋さんなんかだったらもう夏物一掃セールとか、そうですね、なんかそういう感じだと思うんだけど、あと周年記念とかね、創業祭とかね、言ってよくやってると思うんだけど、聞いたことないね。確かに社長誕生セール、これは社長の誕生をお祝いしたセールですもんね。言ってみればそれなんか不思議でしょ。なんか不思議な、聞き慣れないというか。そうですよね。企画内容は書いてあるんですけども、あの5月1日が私の誕生日なのですが、ちょうどそんなことなので、あのその月に、あの別にこの日にやったわけじゃないんだけども、この月に社長誕生セール。社長さんが開催したんですね。社長さんが開催したのよ。あの自分の誕生日だから、誕生月だからっていうこと。一緒にお祝いしてくれないかな。そういうノリですよね。面白いですよね。ノリ的に。で、これは実際どうなのかというと、本人もね、いらっしゃったあるお客様にも、私のお誕生日セールなんておかしいですかねってちょっと思わず聞いてみたところ、こんなセールなら今後もお願いしますと言われました。あと、お買い物はないけど、とりあえず顔は出すよと。ご連絡いただいたお客様や、気持ちばかりといってプレゼントをお持ちいただいたお客様もあり。そんなに仲がいいんですね、本当お客様。そういう意味では、これは今非常にいいリアクションだと思うんですが、仲がいいからできるですよね。そうですね。だから例えば木村さんもいろんなお店行かれると思うんだけど、仲も良くないというか、そもそもこう意識をその向けてない店員さんの誕生日って言われても、こうならないよね。そうですね。やっぱりその、コンビニとかチェーン店とか割と行くことが多いんですけど、行った時に店員さんってなんかすごい機械みたいな感じで、もう支払いをやり取りするだけの人みたいな感じ。もうその木村さんのなっちゃって、お客さんがの認識として。そうですね。だから全然なんか親しみとかも感じないし、仲良く なれるものなのかなみたいな。なりますよね。そうですね。そういうお店から、今月社長誕生セールとか、その店員の何々さん誕生セールとか言われても、全然ピンとこないでしょ。安くなったら嬉しいけど、結局お誕生日あんまりお祝いにしようと、ね、なんかプレゼント持ってったりとか、絶対しないよね。だそこが、彼らがやっているこういう、私たちのワクワク系の商売の楽しく売り上げを作れるところなんですよ。よくワクワク系マーケティング実践会の会員さんたちは、こういうことやるんだけど、すごくお祝いされる。いいですね。いいですよね。やっぱり実際に売り上げもこの時すごく作れて、それも嬉しかったっていうのもあるんだけど、とにかくなんか嬉しいよね。誕生セール、いや、いかがなものかと思いながらやってみたら、こうやって買い物も来てくださったり、物がね、刃物とか厨房用品なので、このお客様のように、当面別に買うものないなと思っても顔を出してくれる、お買い物するしないとかそういう関係だけじゃないですよね。そしたらなんかですよ、本当もうなんか仲良しで、なんか友達のお家遊びに来るみたいな感じ。そう、それはね、今いいこと言ってくれた。その先ほどの、逆に木村さんの普段買い物に行くチェーン店とかだと、人としてあんまり認識できてないっていうかね。そうですね。そういうところだと逆に買い物の必要が生じた時しか行かないでしょ。そうですね。フラッと立ち寄りはしないもんね。そうなってくると。だけどワクワク系の世界の人たちは、そういうことがよくある。顔を見に来るとかね、仕事でちょっと辛いことがあったから来たとかね。だからなんか来て店長の顔を見て、癒されたとか言って帰るとかね。逆に顔を見に来てたり癒されたりしたので、
じゃあちょっと何か買って帰ろうかなみたいな感じで、はい、面白い話を今思い出したんだけど、はい、こうワクワケ歴が長いあの酒屋さんをやってる会員さんがいらっしゃるんですけど、はい、その方のもう店なんかはこの仲良し度合いが定着して子供たちがね、はい、ちょっと学校でチュンとするようなことがあったら、はい、癒されに来るんですよ。癒されに来るんですか。そうだからまあお父さんたちに連れられてきたんだろうね、はい、子供もお酒買いませんからね。そうですよね。なんだけどやっぱり、はい、お父さんたちに連れられてきた時に、うん、なんかいい店だなと思ったり、うん、お父さんと一緒にその店長さんなんかとこう和気、はい、あいあいと会話してるうちに、はい、好きになっちゃうんだろうね。だからなんか来たとか言ってくるらしいんですよ。そんな風に思ったことあるお店ないかもしれないです。でしょ。なんかそんなね気軽に癒されに行くお店ねえ。いやどうしたの一人なの今日はって言うと、うん、ちょっと学校で嫌なことあったみたいな。あそれでなんかそういう子が本当一人じゃなくて、はい、その店は、はい、それで今日僕が来たってお父さんには内緒にしといてくれるとか言ってね。あいいですよね。本当になんか家族みたいな感じになっていくんですよ。で先ほど木村さんがさらっと普段自分が行ってる店 のに対する自分の感触だと、はい、逆にそういう仲良しになれるのかしらとも思うってね。そうですね。何に行くものじゃないなって思ってるし、だけど実は、はい、やっぱりこれはそういうお店になろうと思い、そのためにまあワクワケでやることってのも大体もう決まってる、はい、もう長年においてこういうことをやるとお客さんと仲良くなれるよねって分かってるので、はい、皆さんそういうことをやっていって、まあ、彼もやっていってこうなる。こういうお店あったらいいなって思いますね。癒されに行きたいなとか、いい、ね、なんかフラット立ち寄ってとか、ね、お店があって、そういう店が自分の街に何軒もあってね。あ楽しそうです。楽しいですよね。でもちろんそういう店に顔を覗かせていって、はい、話してるうちに買いたいものができるってことも多々あるしね、はい、だからそういう風にして商売って根付いて、うん、お客さんとの関係が育って、はい、あそうですね、すごく心豊かなものになって、はい、かつ私の誕生月だからっていうだけで売り上げできるわけだから、確かに確かに、ね、そうですね。お店の売り上げとしてもいいことを、そう一応セールって言ってるんだけど、はい、別に指して安くしてないんですよ。あそうなんですね。そう、はい、だから別にさっきの話じゃないけど、はい、よっぽど安いんだったら行くみたいなことで来てるわけでもないんですよ。うんうんうん、やっぱりこの和気あいあいとした感じの中で、はい、誕生日なんやっていうので来て、はい、まあまあちょっとはね誕生日セールってことで安くなってるので、まあ、それはそれ今ありがたく、はい、そのちょっとした割引も頂戴するんだけど、お客さんとしては。でも大した割引、その3割引とかこの時に5割引とかやってるわけじゃないの で、 そうです、ね、言うてどれぐらいかな、1割ぐらいかな、大して安くなってないのよ、はい、なので、はい、結局はその安いからかこのセールに買いに行ってるわけでもなくて、そうですね、本当にっていうなんかいい感じのね、はい、商売の循環がそこにいい感じの商売の土壌が育ってるっていうのがまあ分かる、ね、そうですね。すごいなんか温かいですよね、やっぱり温かい本当に、はい、でこの方がこの誕生セールをやってみたきっかけは、はい、そのうちの会の中であの月に何回もみんなで集まって、いろんな方が集まって、はい、オンラインミーティングを私がホスト役でやってるんだけど、はい、その中でこの度結婚しますって方がいらっしゃったんですよ。あみんなそれはまた、まあ、我々そのものその も、まあ、会そのものが温かいから、おおとかみんながおめでとうって言って、その中で、はい、じゃ結婚記念セールやったらって話が出たんですよ。すごいいいですね。で結婚記念、そう結婚記念セール、はい、でそのお店もお客さんと関係性を育ててるから、はい、やっぱりやるとものすごいお客さんから祝福される。でそれをまた聞いて彼が、はい、誕生セールやってみるかなっていうふうに言ってやってみたらやっぱりお祝いされる、はい、まあ、素敵なことですね。あ素敵ですね、はい、本当に。で商売っていうのは本当にこういう温かいものだし、本来ね、それはやっぱ取り戻していく、うん、本当はそういうものなんですよね、商売っていうのは。そして繰り返し言うようですけども、そういう温かいお客さんとのつながりとその土壌が、はい、実は社長セールをやるだけで売り上げができるっていうふうに、売り上げが作りやすい土壌が整うということでもあるんですよ。そうですね。そうなんですよ。でやっぱり刃物って言えば、まあこの店に来るだろうしね。あそうですね。だけどそういう関係がなかったら、その時気がついた便利なお店で買うじゃない、たまたまどっかに行った時に、はい、あそういえば包丁と思ったらそこで買うじゃない。あそうですね。もうどこでもどこでもいいってことになっちゃうね。安ければいいかなくらいかもしれない。代わりが効くっていう、うん、だからそういうこういう商売をね、はい、やっぱりこの YouTube をご覧のあなたにはやっていって、
いやーこの商売っていいなとこう思ってね、いやよかったな今回こんなにお祝いしてもらえてとか、うんうんうん、とある会員さんなんかだと、これは周年記念の話だけど、はい、うちが何周年なので、はい、ぜひ1輪花を持ってきていただきたいんだけどとか言って言うと、ブワーッと花で埋まるとかね。素敵ですね。素晴らしい、あの、うん、本当にいいものですよ ね。はい、ということで今日は誕生、はい、そういうものなんです、社長誕生セール、はいはい、とても素敵なお話でした。ということで、この番組ではこれからも、今日のようなですね、商売ビジネスの楽しい、そして実はこれが業績にもつながるというヒントが満載のですね、お話いっぱいしていきたいと思いますので、これからもこういう話聞きたいという方はですね、ぜひチャンネル登録の方を忘れなくしていただき、コメントとか高評価もね、ぜひいただくと嬉しいです。ということで、まあこれはもうズバリこういうふうになってくると商売やっててよかったってすごく思う、もうそうですね、本当にその象徴的なお話ですので、はい、まあ、いかに商売というのは本来楽しく、そして儲けられるものなのかということが、まあ、分かるいい事例ね、というふうに思います。はい、はいはい、ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。